はこのオートブライトのデカデカバケツですね。これを使ってみます。中はですね、このように下にゴミが溜まるようになっています。この黒い部分はこの汚れた汚れをここで洗って下にゴミなどを落とすようになってます。では使ってみます。先ほど泡洗車を泡を押したんですが、このように汚れをここに吸着させます。そしてこれをこの中でこのようにゴシゴシ洗います。そうするとここの下にですね、ホコリとかゴミとかが落ちてこのスポンジにはつかないんですね。これで綺麗に仕上げていきます。頑張ります。イエイ。